アメリカの3月の新車販売台数が発表され、リコール問題で揺れるトヨタ自動車は去年に比べて 40% 余り増加しました。アメリカの調査会社によりますと、3月のトヨタの新車販売台数は18万6800台余りと、去年の同じ時期に比べて 40.7% 増えました。リコール問題の影響で2月は日米の大手自動車メーカーの中で唯一販売台数を減らしましたが、先月は一定期間金利をゼロにするなどの販売促進策の効果もあり、ゼネラルモーターズにおよそ1100台の差に迫る2位に返り咲きました。その他のメーカーもクライスラーが 8.3% 減少したほかは軒並み大幅に増えています。